浅見実高は、平安時代末期から、鎌倉時代にかけての武蔵国小玉等の武士、通称渡郎、十五一茶。小玉等本州家四代目小太夫家、広市の逸夫である、小五郎広司法の着難として生まれ、小玉軍の入り先権村が出身。あずまでは、研究元年11月7日上に、源頼朝が上落する際、先人随病の17番に、 浅見太郎の名が確認できる。小玉等の彰子や世も出しと共に、将軍の上落に際し、従っていた。また、研究六年の将軍家東大塾用の際にも、先人随病として、浅見太郎の名が確認できる。正治二年一月十九日に、佐衛門の城に任ぜられ、憲法四年十二月十四日には、江門城に任ぜられた。その二十五年後の任時二年に没したと、 武蔵七統計図には記載されている。実高は、小玉軍の入り宣言のほか、上野国鉱山五章、東ず軍小中山村や越後国エ保横海、根保、加賀国島田村領などにも、所領を有していた。これらの各所領は子族たちが領有することになったとされる。ありがとうございます。